ですね。それ以前蜂とかってました。日本コリデアここにあった日本陸軍が作詞した。それはウール毛を取るため、はい、ために、軍服作るため、そうですね、必要産業っていうのは日本陸軍が導入したんです。大陸進出するためだから広島で決まってたんですよ、全国の必要の毛の値段って。そこはどんどん買ってましたもんね、昔の人たちは、昔の人たち、広島県すごいもんね。徳岡真希ちゃんって知りません？いや、僕知らないです。今一生懸命、なんかね、綿を作るのやってるんですけど、僕もこうやって綿を植えて、そうです、収穫しました。あ、そうですか。何単ぐらいとか。いや、単は、ね、二瀬ぐらい、うん、でもね、すごい大変ですよね、無農薬で、農薬使う手間がかからんから楽なんですけど、でもなんか虫がね、すごいついちゃうんですけど、おしゃれ、この色とこの色はよく合いますね、合いますね、僕も綿花育てたことあるんですけど、高さどれぐらいになりました？僕の今回の これ予想外だ。ぶら下がる。下に置くもの。上にパッと開くやつ。これはそうだったっけな。これを持ち上げないと。あ、まだ白。ちょっとまだ長いやつ。下に下がる。下がって。どっちだったかな。これと下に下がるのが木片の綿でしたっけ？いえいえ。これが普通の糸片。いや、感じは違うらしいんです。違うけどね。木片は植物の名前、綿、これは綿の木ですよっていう時に木片使います。で、これはこのふわふわして綿ですよっていう時には糸片使います。全部上がってるよね。そういうことなんですか。そうか、綿って木なんですよ。多年草じゃなくて、何かもう一度レンガとかだと